はい、どうもタクチャンネル原佑です。自分は東京蒲田でカードゲームやボードゲームの店やってる人ですよ。今回はね、ちょっとトレーディングカードをアマゾンで売ってる人向けのちょっとね、もうすっげー使えるテクニック、もうガチで使えるテクニックなんで、これねマジでね、無料で垂れ流すとかね、ありえないぐらいのテクニック、これをねちょっと公開しようと思います。まあ最近俺ちょっと日本国内で売ることに興味がなくなってですね、やっぱ日本国内で頑張ってる方にはね、ちょっとこのノウハウをお伝えして、もうかなりね、売上も利益率もかなり上がると思うんで、はい、それをお見せしようと思います。はい、では実際に Amazon のね画面を見せながらやろうと思うんですけど、その、まあ、どういうテクニックかっていうとですね、プロモーションを作成するっていう、で複数買った時に割引されるっていう、そういう設定ができるんですよ、 Amazon のセラーセントラルで。そのやり方をねちょっとお伝えしようと思うんですけど、まあちょっと画面がねちょっと引き気味でさっぱり見えない可能性ありますね。これ見えないんじゃないかな、ちょっと下手したら見えないんですけど、まあでも可能な範囲でお伝えしようと思います。でまず最初に言わなきゃいけないのは、送料ですよね。送料の設定なんですけども、もう無料の方がいいなっていう、そこに着地しました。今2017年夏、今の段階では送料を無料に設定した方が、売れやすいという結論に至ってます。俺の考えではね。だから要は送料込みの設定で出品しなきゃいけないよってことになってくるね、シングルカードとか安いカードもね。でただその送料を派生する形にしてた人が送料を無料に設定するのって実は一手間あるじゃないですか。っていうのは、例えば1枚30円のカードとかを送料無料でやっちゃうと、送料でもねマイナスになってね、下手すり赤字になっちゃうっていうね、そういうことがあり得るじゃないですか。でそこでね無料にするっていうのがちょっとね抵抗あると思うんですけど、例えばねその送料の設定でいくら以上買ったら無料っていうね、そういう設定ができるんで、例えばまあ通常通り100円99円までは送料派生しますよっていうふうにしといて、で100円以上買ったら送料無料ですよっていうふうに設定を変えれば、今までね送料が派生する形で出品してて、例えばその30円の商品とかがいっぱいね在庫登録されてるような方でも100円以上買えば無料っていう風に設定に変えれば、まあ大きく赤字を出すことはないので、まずはね送料無料っていうのが俺はおすすめなんですよ。まずそれをやってくださいと。で今回お伝えするノウハウなんですけども、プロモーション設定っていうのがあるんですね。で在庫ってとこにポインターを合わせると、ここにプロモーション管理っていうね、そういう項目が出てると思うんですよ。でここをクリックすると、まあプロモーションを管理する画面に行くんですけども、でプロモーション管理って画面が出ねえよって人もいるかもしれないね。それはおそらくアカウントの問題ですね。だから一部のアカウントにしかそのプロモーション管理ができないかもしれない、もしかしたら俺のアカウントではできる。例えば Amazon プライム発送マーケットプレイスお急ぎ便っていうのも、ある程度アカウントがその、ね、素早く発送する実績が積み上がってないとプライムマーケットプレイスお急ぎ便っていうのはできないでね、 Amazon プライムを自社でやるみたいな。で話戻るけど、送料無料にした上でそのお急ぎ便も無料にするっていうね、あの激安トレカのリアライズさんとか、あとフルアヘッドさんとかがやってる、あれが最強スタイルね。まず送料においては、送料とそれプラス送料無料で Amazon プライムって表示されてるマーケットプレイスお急ぎ便っていうのが設定できる状態、まあそれはまた別の話になってくるんだけど、それは最強の状態ね。でさらにこれね、リアラルさんもフルアヘッドさんもやってないんですけど、ぜひやってほしいんですけど、もし見てたらね、やってほしいんですけど、このプロモーション管理ですね。でプロモーションを作成って、ここね、2番目に購入割引っていうのがあるんだよ。購入割引。これで2枚以上買ったら、例えばさ、
送料無料だとさ、ノーマルカードとかが90円とかで出品されてるんだね。で、2枚買うと、ノーマルカード2枚買って180円になっちゃうと。まあそういうような状況ってあると思うんですけど、そう。やっぱ2枚3枚って買おうと思った時に、その送料込みの設定だと、高い印象を与えてしまいがちじゃないですか。お客さん目線で。そこで購入割引。これを作成しようと思います。これは購入割引っていうのは何ができるかというと、購入個数に応じて割引するみたいなことを自動的にね、設定できるんだよね。すごい詳細な設定もできるんで、すごい面白いんですけど。はい。で、どうやってプロモーション作成するかというと、ちょっとね、俺もう作ってるから、一度作っちゃってるから、2個作ると二重で割引されちゃうからね。実際作るところまでちょっと、見せられないんだけど、まあ、ここに適用条件、購入最低数量っていうのがあるでしょ。ここを2に設定するんですよ。2で、ここを2にすることによって2枚以上買ったら、まあ、一定の割引が発生しますよっていう風にできるわけで、プロモーション内容っていうのがあって、そこでまあ俺は 5% にしてるけど、仮に10とかでもいいわけ。ただ10とかだった方が結構高額なカード買った時にね、10とか割引しちゃうと結構きついでしょ。だこれ5にしてんだけど。で、次に適用、購入商品ってなってるけど、これはね、なんか、購入商品のカテゴリー分けみたいなことができて、だから、安いカードにのみ適用できるみたいな、そういうこともできるんだよね。ただ、その設定って結構骨が折れるけどね、商品の点数がすごい多いからね。ちょっと俺はもう全部2枚以上買ったら 5% 引きになるよっていう風にしちゃってますと。ただこれっていうのが、例えば安いカードいっぱい買う、ね、買ってもらうような形を取りたいときに、非常に有効だよね。その、やっぱ送料無料だと、たくさん買えば買うほどその送料を上乗せしたような価格帯でシングルカードを販売してるんで、それを2枚3枚って買うと、ちょっとね、買う側からしたら高い印象を与えがち。そこを2枚以上買ったら割引するよっていう風にすれば、喜んで複数枚買ってくれる状態を作れると。で、複数枚買ってくれると、その方がまあ販売金額が上がるだけじゃなくてね、足らればれ利益率も上がるんですよね。高いカードを 5% 引きしちゃうと結構きつかったりもするけど、やっぱ低い価格帯のカードを大量に売る方が利益率も高いですし、そういうことを考えると、やっぱ安い価格帯のカードたくさん買ってもらいたいという中でね、この2個以上買ったら割引しますよ、この設定は非常に有効だと思うんですよね。で、俺も実践してみてね、結構それなりに、うん、手応えあったんだよね。これね、ぜひやってほしいなと思って。だから、で、特にね、お急ぎ便対応で、無料でお急ぎ便とかやってるアカウントがこれを始めたらもう最強なんで、で、よくね、そういうところで俺も買い物するんで、非常にありがたいと。俺がね、買い手として見た場合にも、非常にこれってありがたいんで。で、まあ、こういう設定があって。で、実施時期みたいなのも設定できるんだけど、まあ、開始日今日で、このままね、2枚以上買ったら割引が OK みたいな感じだったら、まあ、ね、終了日を、まあ、もう随分先に設定しちゃってもいいと。後からこの設定は変えることもできるんで、別に、終了日をね、もうすごい未来に設定しても大丈夫です。はい。で、これでちょっと作っちゃうと俺二重に 5% 引かれる状態になっちゃうんで、ちょっとこれ以上見せられないですけど、はい、このプロモーションっていうね、在庫っていうところを押して、で、プロモーション管理っていうところで複数枚購入で割引っていう設定ができるんで、うん、これぜひね、ちょっと日本国内で頑張ってね、トレーディングカードにすごいマッチしてる戦略だと思うんでね、購入割引、この購入割引ですね、作成で、で、購入最低数量2枚以上。2枚以上からやっちゃった方がいいと思うんだよね。うん、で、割引率を決めれると、うん。で、この次に適用ってところで、今、まあ、購入商品全部になっちゃってるんだけども、これでね、商品カテゴリーを作っておくと、この価格帯の商品だけとか、そういうね、レアなカードには 10% 引きとか 5% 引きは起きないよとか、そういう詳細の設定もできるんで、まあ、そういうとこもね、まあ、余力がある人は、俺はちょっと大変すぎてできないですけど、余力がある人は割とありかもしれないね。
だから安い価格帯のカードだったらもう割引率を 10% とかね、大きめに割引できるとかね、そういうこともできるんでね、はい、これぜひ実践していただきたいなと思います。はい、これかなり使えると思うんで、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたち